ニカジャパンですね。もう時にお会いしたフィルマーさん、チームハネオの、まあ、メンバーでもあるんですけど、協力してくれるということで相談しながらやっていきたいと思います。背中見えるんですね。僕からしてみたら偉大な人ですけど、その近くで一緒にできるなんて光栄です。シャリもいいですし、でこの鏡もまたキャスター付きで動くので、見たい角度に設計できるっていうのがここのチームの特徴。背中やってて楽しかったです。ありがとうございます。挑戦をしてるっていうのは誰が見ても分かるんで、日本の誇りです。世界に挑戦する姿、それを見て僕たちや若い選手はみんな後についていこうと頑張るので、はい、そのまま世界に取ってください。もう一言取ってきます。はい、本当に嬉しいです。絶対取れます。